協力をお願いします。そしてフィールドには東京ヤクルトスワローズマスコット27年目の大先輩つば九郎の登場です。逃げないつば九郎、つば九郎逃げない逆はい、はい、ちょっとなんかヘルメットずれてませんか、大丈夫ですか、大丈夫ですか、大丈夫ですはい、OK ですね。はい、それではみんな楽しみに待っているんで、つば九郎の一言いきましょう。面白かったり良かったよと思ったら皆さんぜひ拍手をお願いします。さあ、スーパーカラービジョンズームアップです。明日はタイガースの、サンズ選手の誕生日です。ミスターサンズ、つば九郎 wants to celebrate your coming birthday、 おめでとうございます。はい、ちなみにサンズだけに33歳だそうです。おすごいですね、よく調べてらっしゃる。おめでとうございます。今日もレディースデイです。今回は、はい、どうしてもまたあっち方面のレディースですか、はい、北関東多摩方面のレディースの方にアンケートしたもの、はい、アンケートしたんですね。こっちよりこっちが好きだ、はい、わかりました。つば九郎のレディースとのこのね、交流の広さすごいですね。はい、キノコの山よりもタケノコの里が好きだ、はい、これちょっとね、分かれますよね、はい、UFO よりペヤングが好きだ水道橋より震災橋が好きだはい、スポーツ報知よりデイリー新聞が好きだなんか G と T のやり合いになってきましたね。読売新聞より産経新聞が好きだだんだん拍手が大きくなってきました。はい、月刊ジャイアンツより実はナックルスが好きだ、あくまでもレディースの意見です。はい、達也よりカズヤが好きだやめろそれ。はい、いろいろとアンケートを聞いていただいてどうもありがとうございます。お、今日勝って3連勝しましょう以上、レディースへのつば九郎の調べアンケートでした。お待たせしました。両チームスターティングラインナップの発表です。